どうも、鼻さ皮膚科鼻さです。今日はイソトレチトインっていう飲み薬、ニキビとか皮脂を抑えてる飲み薬なんですけど、それを飲んでる時に別の治療をやっていいかどうかっていうご質問を定期的に受けますので、それについてね、また例のごとく論文ベースで解説していきたいなっていうふうに思いますね。今日の動画をね、見ていろいろ美容治療のね、スケジュールを立てるのの役に立てていただければ幸いかなっていうふうに思いますね。もし今日の動画がいいと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。まずね、ちょっとざっくりと簡単なところから申し上げると、私いくら言っても誤解が多いというか、無駄に慎重な方が多いんですけど、一つ言えるのは、論文はたくさんあるんですけど、少なくとも医者はね、論文を聞かないのかっていうのをね、すごい疑問に思っていて、例えばね、ASDS、アメリカの皮膚外科学会っていうね、かなり権威のある学会なんですけど、そこの全体としての推奨としては、結論から言うと、浅いケミカルピーリング、日本でやられてるのは全部浅いケミカルピーリングなんですけど、浅いケミカルピーリング、ノンアブレイティブなレーザー、シミ取りのレーザーとかね、かさぶたにならないようなレーザーですよね、そういうのはね、全部 OK で、もちろんね、脱毛レーザーもライトも OK、 フォト治療とかも OK、 V ビームも OK、 ノンアブレイティブフラクショナルレーザーも OK っていうことがね、明記されてるわけなんですね。別の論文だと ASDS に関してはアブレイティブなレーザーに関しては併用療法いいとも悪いとも書いてないんですけどね、要するに炭酸ガスフラクショナルレーザーに関してはいいとも悪いとも書いてないんですけど、別の論文見るとフラクショナル炭酸ガスレーザーにおいても少なくともね、イソトレチノインが結果を悪化させることはないっていうふうに明記されてますね。今 ASDS が言ったものに関してはイソトレチノインとの併用が基本的には OK なんですよ。世界でもトップレベルに権威のある学会が逐一論文とかデータを調べた結果 OK だって言ってるわけなんですよ。これらの治療を遅らせるのを正当化する十分なエビデンスはないって言ってるんですよね。言い換えればそれらは併用して OK っていうことを言ってるわけなんですね。だから私個人が言ってるんだったらあれなんですけど、 ASDS がいいって言ってるんですよ。だからそれをダメっていうのは何を根拠にそのダメって言ってるのか僕は知りたいなっていう風になってるんですよね。見ていると他のクリニックで何かもしも問題があった時にうちでは責任を取りきれないから一応ダメって言ってるみたいな方も見かけたことがあります。弱気な消極策っていうか、無駄に強気よりはいいかもしれないですけど、ただ無駄にちょっと弱気かなっていう気はしますけどね。そこに皮膚科のドクターがいないとかだと火傷とか起こったらどうしようっていうのもあるんだと思うんですけど、ただその火傷とかが起こるリスクはイソトレチノインは関係ないっていうことになりますね。そこの大前提をご説明した上で、まだね上がってないけど質問の多いやつをいろいろいきましょうか、はい、ダーマペンポテンザーですね、これ OK です。ダーマペンって深くやると血が出たりすると思うんですけど、それでも大丈夫ですね。ポテンザーももちろん大丈夫で、炭酸ガスフラクションレーザーは若干クエスチョンぐらいかな。めちゃくちゃ強くやるときはね、休薬した方がいいと思ってます私も、うん、前後2週間ずつぐらいかな。やる日より前2週間と、うん、やった後2週間ってことですね。そうですね、そうですね。次どういうご質問ありましたか。フォトフェイシャルとはね大丈夫です、うん、あ、インターネットで OK って言ってるのが先生くらいだって言ってる。いや、天下の ASDS がいいって言ってます、僕だけではありません。日本語になってないってことですか。医学の大事な情報っていうのは基本的には英語でパブリッシュされるもんですよね。あとは薄毛治療、髪の毛の治療とかはどうですか。薄毛治療も飲み薬とか塗り薬は全然 OK で、一緒に飲んでも大丈夫。大丈夫です、はい、はい。ただね、植毛だけはどうかな。それに関しては明らかな論文はなかったんですけど、できれば施術前4週間ぐらいはお休みして、うん、傷が治ってから1、2週間してから再開した方がいいかな。ベーシック手術とか二重形成とかはどうですか、うん、これは休薬いるんですね。両方休薬いるんですね。レーシックに関しては休薬が必要なのはこれはほぼコンセンサスに近くて、やっぱりイソトレチノイン飲んでると目も乾燥しやすくなるんですよね。ただ傷の治りが悪くなっちゃいけないっていうので、5週間ぐらい休薬するのは普通ですね。前5週間休薬して、再開いつかにするかはその眼科医の先生と相談かな。二重のね、切開法もね、これ休薬した方がいいと思ってますね。これね、実は論文によってまちまちなんですけど、やっぱり傷の治りをね悪化させるっていう論文もあるんですよ。一応やる4週間ぐらい前から休薬するといいかな。
埋没はね、予約しなくていいです。傷できないので、うん、埋没はいいんですけど、二重の手術とか切開を伴う手術の場合は、うん、一応4週間休薬しといた方がいいと思いますね。この鳥とかこのここの私もね、それに関してはペーパー少ないんですけど、一応ね5週間休薬してからの方がいいんじゃないかなと思いますね。ちなみに涙袋のヒアルロン酸は、うん、ヒアルロン酸とボトックスは大丈夫です。休薬しなくて。整形でいうと鼻はどうですか？うん、鼻もね、やっぱり切開を伴うものは4週間休薬した方がいいと思いますね。切開伴わないものに関してはいらないと思いますけどね。プロテーゼ入れるとかは？ただプロテーゼも小切開ですけどね、一応休薬しといた方がいいかな。担当医との判断かな、微妙なところだと思いますね。次、抜歯の手術。これはね、意外なことに OK なんですね。そうなんですか。抜歯 OK なんです。なぜならば、口の中はね、イソトレチノインっていうのはあんまり環境変化させないからなんですね。喉が乾いたりとかあんまりですね、うん、肌が乾くだけで、うん、口の中が乾燥するっていう副作用はないですもんね。次、包茎。包茎も小切開伴ってますからね、一応4週間休薬した方がいいんじゃないですかね、施術前ので、抜歯が済むぐらいまで休薬しといた方がいいと思いますね。あとは脂肪吸引とか。これね、ごめんなさい、脂肪吸引は問題ないっていうね記載もあるんですけど、ちょっとはっきりし明言されてるねペーパーを見つけられなくて、だから安全策でいくなら4週間契約した方がいいかな。あれも切開は伴わないんですけど、ちっちゃい穴開くじゃないですか。そうですよね。そこの傷の治りがね悪くなるとちょっと悲しいからね。あとは手術じゃないんですけど、うんうん、抗うつ剤飲んでる方とか、うんうん、そういった方でうつ病のお薬とかと併用はできますか？基本的にはできるんですよね。薬の種類にもよるので、うん、全部大丈夫とは言い切れないんですけど、うん、うつの方は禁忌ではないんですよ。うつを、ね、悪化させうるかっていうのが議論にはなってたんですけど、うん、基本的には、ね、最新の論文は全部うつを悪化させないっていう、ね、エビデンスだと思うんですよね。だからうつの人も慎重に飲む分には全然問題ないと思ってますよね。ただ最終的にはそのドクター薬剤師の判断にはなりますけどね。ちなみにどっちの先生に聞いたらいいですか？これはね、皮膚科で出すって決めて、精神科の方で許可をもらうっていう流れが多いかな。あとは、炎症性腸疾患とかは飲んでも大丈夫ですか？だからね、クローン病とかね、潰瘍性大腸炎とかね、ここがね、若干議論の分かれるところで、少なくとも高用量のイソトレチノインに関してはそれらの病気を悪化させる可能性が指摘されてるんですね。炎症性腸疾患ってすごい大事な病気なんで、私はねやっぱねかなり慎重に、基本的には出さないし、出すにしても低用量で出してますよね。あとウイルスとか感染症とかなんですけど、うん、風邪の時とかインフルエンザの時はお休みした方がいいですか？これもね、実はねペーパーがあんまりないんですけど、休んだ方がいいんじゃないかなっていう感じがしますよね。やっぱり美容のイソトレチノインっていうのは美容とかニキビのお薬なので、軽い風邪だとそのまま飲んでもいいと思うんですけど、インフルエンザとかで相当しんどい時に、まあ、わざわざ飲みますかっていうとノーかな。ある程度楽になってから再開した方がいいかな。最後に、一番重大なリスクがあるのって、子供を設けるとき、避妊の期間って結局何ヶ月が正しいのかなって。若い女性が飲むときに問題になるパターンで、妊娠の可能性があったらそもそもイソトレチノイン飲んじゃダメなんですよ、だから妊娠の可能性がない状態で飲まなきゃいけないと、はい、これはもう絶対にのルールで、飲んでる最中っていうのは完全に避妊しなきゃいけないと、飲むのをやめて1ヶ月31日間は完璧に避妊しなきゃいけないんですよ。でも31日過ぎたら妊活しても OK よっていうことなんですね。それは容量に関わらず、容量に関わらずなんですね。結構量多いもの飲んでても31日間。31日間ですね、それは男女ともになんですか？これは女性だけの話ですね。男性はね、イソトレチノインに関しては特に避妊っていうのはね推奨されてないですね。昔ね、イソトレチノインのことあんまりよく分かってない時代って、妊娠中の女性も飲んでたんですよ。そうすると手足が十分発育しないお子さんが生まれてきたりしたんですよね、だからこれは骨とかに悪液を与えるんだっていうことが分かって、発育に悪液を与えるっていうことが分かったというわけなんですね。だから赤ちゃんのお腹にいる時にイソトレチノインにさらされちゃうと、赤ちゃんの骨形成とかがうまくいかなくなるというか、
ちょっとこう問題が生じうるっていうのが事実で、男性の機能に悪影響を与えたりとか精子にダメージを与えるっていう類のものじゃないっていうわけなんですね。 あくまでも育つ段階で影響があるから女性はダメと。そう、赤ちゃんが卵からだんだん分化して赤ちゃんになっていくわけなんですけど、その過程にねこう問題を起こすからっていうわけなんですね、だから、飲み終わってから31日経てばいいっていうのもそういう理屈。そう、大体ね2週間ぐらいで血中からはほとんどねなくなるんで、さらに2週間予備を取ってるのと、そこからね意外とね妊娠の初期っていうのは悪影響が少ないので、一番大事なのはこう臓器とかが形成されていく時なんですよね、そこにかからなければ大丈夫っていう。とはいえ十分余裕を持ってやっぱり1ヶ月か避妊期間を設けなきゃいけなくて、そこはねもう厳密に守っていただきたいなっていうふうに思いますけどね。インターネットでとか他の院とかでもよく言われてるのは半年間はダメって言ったりもすると思うんですけど、それは逆にどういった由来から来てるんですかね。イソトリチトインってビタミン A なので、こう体にちょっと溜まるっていう部分があるんですよ。血中濃度じゃなくて脂肪の方に移動して溜まるっていうのがあったりとかして、そういうのが悪影響を与えるのかもしれないっていうことで半年なんて言ってた時もあるんですけど、よく調べてみるとそんなのは全然大丈夫で1ヶ月で OK っていうのが世界的なコンセンサスですね。今日はね分かりにくいイソトレチノインの他の治療との併用療法かなについて解説させていただきました。皆さん何か感じたことがあればそのコメント欄の方に書いていただければっていうふうに思いますね。もしね皆様の美容のスケジュールを立てるのに少しでも役立てれば幸いです。もし今日の動画が役に立ったっていう方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。